あ、なんです。えっ、ー、と、メール、いつも読んでいただいてありがとうございます。えっ、ー、と、モスさんですかね。えっ、ー、と、ちょっとアドレスで呼ばせていただきます。あの、お名前がなかったので。えっ、ー、と、まあ、ネットビジネス、どんなものが向いてるいらっしゃるかわからないということなんですけれども、まあ、あのー、自分がですね、えっ、ー、と、今進めてるのが、あのー、すぐにですね、SEO で、あの、結果を出せる方法っていう形なんですよね。 でライターはさん、ライターさんをされてたってことな,なので、あの、やっぱりブログで記事を書くっていうことを想定されていると思うんですけれども、えっ、ー、と、やはりですね、なかなかあの、安定してですね、えっ、ー、と、テキスト文章だけでですね、あの、上位表示させるっていうのがなかなか時間がかかると。もちろん僕、その、教えることもやってますし、そのスキルっていうのはあるんですけれども、やっぱりですね、えっ、ー、と、当然ネットビジネスされる、副業されるってことはすぐに結果を出されたいと思うんですね。 で、自分が今一番進めてるのが、えっ、ー、と、YouTube でですね、えっ、ー、と、YouTuber を目指す方法ではなくて、ビジネス YouTube っていう方法なんですけれども、えっ、ー、と、Google の参加に入っている YouTube はですね、あの、Google にかなり SEO 的にも優遇されてますので、1分ぐらいのショート動画でですね、えっ、ー、と、そのタイトルに、えっ、ー、と、キーワードをしっかり入れていくっていう、もちろんノウハウをお伝えしてるんですけれども、えー、本当にシンプルなですね、 えー、30秒から1分ぐらいの動画を大量に投稿していくい形で、えっ、ー、と、Google 検索プラス YouTube の中での検索で、えー、アクセスを狙っていくっていう方法があるんですね。で、これの場合ですと、ブログすら用意する必要がない、サイトすら用意する必要がないという形で、えー、上位表示ができます。で、その説明欄から、えっ、ー、と、お問い合わせとかですね、えっ、ー、と、ご自身の、えー、はい、ランディングページですね、えー、いわゆる、 えっと、販売ページとか、アフィリエイトのページも、ま、そこに作ることができるんですけども、ま、そういった形で、えっと、簡単に集客ができるっていう方法があります。で、今ですと、この YouTube での大量投稿のですね、えっと、集客と、プラスですね、公式 LINE アカウントですね。僕の場合はもう、メルマガはもう古いなと。え、ま、今メールマガを出してはいるんですけども、実際にですね、もう今後、あの、公式 LINE に集約していく流れになってるんですけども、 えっと、実際にあの、コンサル生さんにもメルマガではなくですね、えー、LINE の方に移行、えー、LINE の使用っていうのをお勧めしてます。無料で使える公式 LINE アカウントですね。で、なぜかっていうとですね、やはりあの、メルマガはもう到達、なかなかし,しないんですよね、メールが。あの、メール、迷惑メールに入ってしまったりとかですね、あのー、かなり読まれない。あと、件名だけでも弾かれてしまうとかですね、えー、かなりメールっていうのは読まれないもう傾向にあるんですよね。 で、オアコンっていうほどではないんですけれども、やっぱり、えっ、ー、と、LINE っていうのはもう、制度比率も圧倒的に高いですし、まあ、ほぼ100%届くっていうところがありますので、ビジネス的にもかなり公式 LINE アカウントを使われた方がいいと思うんですね。で、ステップ配信っていうのもメルマガのようにできますので、まあ、あの、この YouTube での集客プラス、公式 LINE での、集客っていうのを、これから始める、ネットビジネス始められる、えっ、ー、と、モスターにお勧めしたいなと。で、こういったコンサルもやってるんですけれども、 えー、まあ、もし、えっ、ー、と、ご興味あればですね、もちろん詳しくお伝えできますので、えー、ズームでのビデオ通話でも結構ですし、もしくは僕の公式 LINE アカウントに登録していただければ、あのー、通話でのお話っていうのもできますので、ぜひお気軽にですね、ご相談いただければなと思います。あのー、ちょっと、えっ、ー、と、読ませていただいているとかなり長くメールマガを読んでいただいている様子なので、ぜひですね、僕が何かお力になれればなというふうに思います。ということで、えっ、ー、と、何でもお気軽にご相談ください。ぜひ、あのー、副業、 で、稼いでですね、あの、まあ、いずれフィリピンとか、あの、南国、いろんな海外にでも住めるようにですね、お手伝いできたらなと思いますので、えぇ、ー、や恐れ入れますが、えっ、ー、と、いつもありがとうございます。また連絡します。